どうも皆さんこんばんは。こんばんは。焼き鳥のように焼き鳥のように言えてないよ。酔っ払ってんね。いや今日は松野屋。ラーメン家系。いや。おいねマジで、酔っ払ってます。酔っ払ってるね。双葉さん。はい。焼き鳥双葉さんに来たんですけど、はい、まあ焼き鳥以外にもね、いろいろちょっと食べてるんで、美味しかった。美味しかったんですけど、まあ、今日はね、3人で飲みに行ったんですけど、ね、焼き鳥以外も本当に美味しかった。平井のね、双葉さんに。行ってらっしゃい。行ってきます。すいません、ちょっと途中で合流しました。大きい、ここ取らなきゃな。そうデカピン。すいません、注文いいですか。焼き鳥と鶏レバー、砂肝、あと軟骨、あと酢の物、赤魚。とりあえずそれで。とりあえずそれで。あ、できますか。あ、じゃあ3本ずつで。はい。怖い。勉強してる？細いって細かいみたいな。そうだよね。リンゴ酢とかは知ってるけど、なんとなくなんだろう、見ればわかんのか。どっちかって言ったらこうなんかこうなんていうんですよね、あの乾き物の生きれみたいな、そう感覚、あのしょっぱい、しょっぱい白身魚で食べてみて。こまい、こまい、実は結構こういうの好きなんですよ。カニカマかな。カニカマわかんない。カニカマの酢の物って初めてかも。すごいカニカマ好き。本当ですか。大体色取りで入ってる。確かに赤いもの。ちょっと比べていいですか。上部手だけど。上部の上部でいいですか。上部。はい。いや、まあ上部が頼むんじゃないですか。あのここをね、さっき来たんですけど、これ大頼んだんですけど、小と大しかないですけど、これ多分普通の中と一緒です。中だね。はい。お気をつけください。お気をつけください。上部頼むということで、まあ、私も久々にジャケット着てみました。普段明るい T シャツとかなんか、ニゴさんにいろいろ変なジャージとかじゃなくて、言われる。上部頼むということで、私も緊張してます。そうだね。取ってつけてって言われてますよ。ちょっとこう平井っていう平井町初めて来たんですけどね、まあ、結局さ、場所的にはさ、亀戸小岩の間ぐらい、はい、亀戸と小岩の間なんで、もしかしたら飲みのプロ、本当に熟練されたプロはこの辺に流れてくるかもしれないです。そうそう、赤魚の水漬け、あー、うまそう。赤魚と言いながら白身魚。ああ、赤に引っ張られて、多分あれですよね、あの赤いだけです。皮が赤いだけです。いや、なんか白飯が食べたくなっちゃう。食べたくなっちゃう。肉厚っていうんですかね、すごい。正義。いただきます。
間違いないでしょ。目をつぶして食べたらお肉です。ちょっと何言ってか分かんないいやいや、バカ舌でしょ、ただの目をつぶったらお肉ですわ、バカ舌でしょ東北生まれですからね、やっぱ魚が好きですか、うん、はい、このうち行きたいね、ニックの地元で焼き鳥になり、魚だっつってんの焼き鳥なくはないですけど、鳥ってないの？いや、ありますよ。鳥がない国なんて、あの県なんてないし、養鶏場みたいな、なんていうの、鳥があるんじゃないですか、サモロックとか青森有名ですから。あ、そうなんだ、はあ、ただ八戸市は、まあ、港町なんで、うん、そりゃ、あ、まあ、確かにそれ、ね、あのが有名ですね。朝市とかありますよ。あ、そうなんだ、はい、あの地元の人は5時とかや、5時、朝5時からやって、朝市とかでこう、うん、刺身200円とかで、150円とかで、いや、でも子供の頃ですからね、今値段上がってるのかもしれないですけど、まあまあ、結構 YouTube でも上がってますよ。あ、そうなんだ。左から軟骨と砂肝の桃とレバーです。一人ずつ函館です。一皿に作ってくれました。函館はそうです。軟骨です。うまい。いただきます。うまい。肉厚ですよね、うんうん、塩だけ、うん、だけど、あのちょっと薄味だけど、素材によってはすごく分かる感じ、うん、これうまい、うん、じゃあタレいこうかな、うん、鶏レバ、うん、タレ美味しい、うまい、うん、あのレバーの味をちゃんと味わえる、うん、タレが勝ってないから美味しい。なんかさ、その盛り合わせじゃないけど、頼んだ時にさ、一人一人持ってくれるって結構初めてかもね。じゃあ俺、次砂肝だな。ちょっとタレですね。うん俺も思ったけど、砂肝いってよ。ベリベリ、あの、美味しいな飲むタレ。うん、うまいね。タレが俺は好きですね。でもね、私はね、トマト杯、トマト系を広めたい、うん、全国の飲み屋さん、トマト杯普及しますトマト工場委員会、トマト杯、トマト杯工場委員会、はい。焼き鳥やみとかもつ焼きをね、やって初めて知ったんですよ、トマト。自分のお店あんまないんですけど、これ本当にね、俺は好き。うん、胃が痛い、ね、胃が痛いっていうのもあるんで胃が痛い理由は分からんけど、ストレスそうなの、チャンネル登録が伸びないストレスです。あ、なるほどね嘘です。再生とチャンネル登録いつも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いしますいいね、グッドボタンもお願いします。うわー、ありがとうございます。見て、いい色、いい色だね、トマトだね。これですよ、私がね、お店によってはね、塩とかね、そうだね、つけてるとことかありますけど、トマト、はい、私は80になっても飲めるように頑張ります。こまいです。こまい。いただきます。そのまま食べて、そのままいける感じだよね。うん。塩分高めの。干物に、地元だとやっぱ手で食いますこうやって。あ、うん、シシャモとは違うけど全然シシャモじゃ、シシャモだって卵は、うん、それは小餅シシャモ小餅じゃないシシャモ、でも白身魚だね、白身魚を感じる。タラとブグリ、タラですね、ちっちゃいタラ、ちっちゃいタラを干物みたいにした感じ。あ、美味しいですね、これはいいですね、焼き鳥の話2割ぐらいじゃないですか、うん、今日はね
うまいとだった。いやでも美味しいんだよな。けどたまにはこういうのもいいね。焼き鳥悪くなりましたね。あんだけ焼き鳥しかダメだって言ってたリンゴが、はい、確かに悪くなったね。繁盛店ってまたね、やっぱ若者とかが、うん、めっちゃお金を落とすから、うん、あると思うんですけど、年齢経つにつれてやっぱり揚げ物とかよりも焼き物に皆さん行きますからね。いや、だってここだって、その逆に若い子来ないけど、ね、その僕らより先輩の方たちで今満席だから、ね、はい、すごいよ、そうなりますよ、本当皆さん。美味しいのよ、はい、で、リーズナブルだし、駅前だし、すごいよ、ね、3年ちょっと経ったけどさ、なんか食べるものもさ、そうですね、皮とか食べなくなったで、ね、すいません本当に、ね、皮すいません、すいません、ボンニリとか皮とか油っぽいのもちょっとね、多分豚バラとかもちょっと避けるようになってきてる。多分ね、唐揚げとか頼んだことないじゃないですか、時に。唐揚げはないね本当に、はい、3年経ったこのチャンネル3年以上経ってるよあのじゃあこの3年前と比べて野村さんも3年前の写真ここ出そうか、顔年取りましたけど、老け具合はありますか、と太り具合とか太り具合、3年前の最初の投稿の時のサムネとか出しとこうか。ああそうですね、ちょっとやっぱ容姿はねちょっと変わりましたね。すいません、豚バラもやしとあと鶏から揚げはい、お願いします。唐揚げです。え、ちょっと待って、何か言ってましたよね前回。ん、年取ったらこんとこ多分ね、唐揚げとか頼んだことないんですよ。唐揚げはないこのチャンネルで常務がご所望でしたので唐揚げを生かしていただいて、全部に箸つけないでください。大きさが違うんです。全部に箸つけないでください。大きいね。カリカリか。塩味か。全てがちょうどいい。何やってんのって、そんなリアルな作りしたそんなのは。ちょっと、まあいいじゃん。ああいいね、あれだ、はいはいはい、で、たぶんポン酢なのかな、え、違う、うん、ポン酢かけちゃダメだよ、それ知ってまあ、でも自分一人だったり、まあ、かけても、ね、かけてもありかもしれないね。もやし豚バラの炒めにヘルシーだね、これはヘルシーだね、こうつけて食べれますよっていう、はい、いただきます。あ、うまっ、もうこれ間違いないな、うん、うまっ、シャキ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 、あと豚ともやしがやっぱ最高です、うまい、締めるね、ちょっとね、これをね、俺がね、今ね飲みあぐれてるんで、あの氷をもらうので一回チェイサーで、チェイサーでね、ビールを入れましょう。チェイビール、チェイサービールで。常務から今怒られてますよ。何怒られ？ニックチェイサー頼めよ。ああ。やっぱ喉越しとお酒あるじゃないですか。そうだね。ちょっと違うんで。ナイス。朝日バードライブ。うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。Twitter、Instagram もやってます。そちらもぜひフォローしてください。ではまた。